尾鷲市地域おこし協力隊の池山千明です。前回に引き続き今回もふるさと納税の事業者さんを巡っていきたいと思います。今回はサンキさんにまず行きたいと思います。石井さんも一緒です。よこ案内お願いします。はい、私さんま寿司は食べたことあるんですけど、このサンキのお店に来るのは初めてです。レストランになっております。めちゃくちゃでかい。尾鷲でこんなでかいレストランなかなかないです。確かに。お願いします。お願いします。東さん、はい、まあ、先代の社長がですね、東紀州の郷土寿司を全国的に広めていくやないかという中で、はい、一番代表的な商品は、うん、サンマの姿寿司で、これを、まあ、田舎の、まあ、郷土寿司として作り始めて、地元のスーパーから始まって、うん、であと各県の、まあ、百貨店とかそういうところに行って、広めてきた商品なんです。はい、来た話であれなんですけど、はい、すごいやっぱり手作りそのでこだわってらっしゃるって聞いて、はいはい、素材にもすごいこだわりがあるんですよね。そうですね、やっぱり鮮度のいいものを使わないといいものができないっていうかね、はい、なんか酢とか使われてるの、はいはいはい、ものもすごくラジノアの方から取ったんですけど、この酢にもちょっとこだわりがありまして、でうちの子は意外と甘口なんです。他の人から言われた時に、はい、そんなに甘いんですかっていうぐらい、はい、お砂糖が入っています。じゃあぜひその人気のサンマ寿司をご紹介させていただきたいんですけど、はいはいはい、今日押していただけるんですか？あ、押してますよ。押してるところが見られるとは、ね、レアだ、嬉しい。ぜひぜひ。サンマ寿司はやっぱり東紀州の郷土寿司なんですよね。うん、そうなんです、そうなんです。うん、東紀州でも尾鷲と熊野と地域が違うんですけど、熊野の方に行くとお頭付きのサンマ寿司、で開き方も違うんです。あ、そうなんですね。背開き、腹開きがありまして、うちの方はもう頭の取った腹開きなんです。うん、でこういった感じの原料になるんです。すごい綺麗にだって捌かれてますよね。私全部捌いてます。あ、そうか、職人歴40年。そうです。会えた、嬉しい。そうなんですね。もうずっともうやってますの で、 ね、で多い時にはこれもう1000本2000本出るんです。捌いて出てる。すごい。骨とかも手で、そう、全部ね、取って、はい、でうちとかこの一応洋辛子、生臭さを消すのに、うん、この洋辛子をわさびでは絶対美味しくないんです。洋辛子が合うということで、その辺も社長がちょっと研究に研究を重ねて、私とやってきたんです。押します。これを一応枠の肩に入れて、はい、お米は酢飯なんですよね。そうです、そうです、そうです。これは今はね、三重のコシヒカリ、伊勢心っていう今コシヒカリあるんですけど、はい、それを使ってます。こんな感じに押しまして、これをカットするんですけど、はい、押し加減とかはもう職人のなせる技ですか？もうグラブとかそんなもんばっちり。漁師町の人は、はい、結構力仕事するでしょう。で甘いものを好むんですね。酸味よりも、うんうん、それでこのような味になったんだと思うんですけどね。なるほど。すごい綺麗に作ってて、ね、一旦醤油につけずに、はい、そのままいただきたいと思います。いただきます。はい、どうぞ。一口なし。うん、おいしい。本当に何にもつけなくても全然おいしい。サンマがの味がすごい濃くて、なんかカレシもそんなにきつくなくて、うん、ちょうどいい。パクパク入るね。パクパク入る。
私醤油つけずに食べる方が好きかも。あとはね、ちょっとこちらもぜひ、はい、タイの昆布締めにしたものなんですけど、はい、これ結構よく出るんです、はい、お土産の方は美味しいもので、いただきます。うわ、おいしい。めっちゃさっぱりしてる。これが普通のサンマ寿司、はい、でその下がサンマのほっかぶりって大根をかぶせたやつです。へえー、ほんとだ、大根かぶってる。はい、ほんでこれはサンマの浜っこって、この周りは磯昆布なんですけど、中にサンマ、中にサンマ、サンマ。こういうパターンもあるんですね。これも結構人気商品です。あ、そうなんですね、うん、であとはこれをタレに漬け込んで焼いたもの。あ、ほんとだ、サンマの炙り寿司。おこれも今あのビソンでよく売れてます。あ、そうなんですね、うん、ビソンにも売ってるんですね。あ、そうです。あとめはり寿司とかキス寿司、キス、あとはまあサバなんですけどね、うんうん、であとはタイの昆布締めなんで。おお、これ今いただいてるやつ。里納税の返礼品でもサンマ寿司のセットがあります、はい、そのセットはいろいろ組めますので、はい、そうなんですね。まあ2本入り3本入りってあるんですけど、うん、いろいろじゃあ組み合わせて楽しめるということで。そうですね。こんなに種類あったんだ、知らなかった。こっちとこのあのサンマ寿司、はい、ほんでまたタイの昆布締め、これはもうあのセットにこだわってますので、うん、ぜひ食べていただきたい商品ですので、よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます。炙り寿司、私が気になりすぎてどんな味なんですか、どんな味なんですかって言ったら出してくれました。ありがとうございます。いただきます。やっぱり生姜がちょっとバラバラって効いてる。うん、美味しい。甘辛いタレ、生臭さが全然ない、うん、これ今めっちゃ人気らしいです。人気になる理由が本当にわかる。セットでぜひいろいろ組み合わせて、炙りもね、あるみたいなので炙りも入れてみてください。ではでは、次は魚鉄商店さんに来たいと思います。はい、カフェのみんなも日常使えてる人気の魚屋さんです。はい、はい、行ってみましょう。はい、行ってみましょう。これは豪華、はい、旬の刺身のセットと、それから地魚と旬の刺身のセットと、はい、それからお楽しみセット、お楽しみセットを今からセッティングするみたいなので、はい、どちらもすごい人気の返礼品です。お刺身セットは本当に届いたら食べるだけの状態で、そうそう、昔はな、はい、魚でも誰か一人家族にさばける人とかさばきたい人がおってんけど、今も生ゴミは掘ったらあかん。もし料理するなら料理屋さんに持ってたらお金取られる、また良いとこ抜かれて大変なことになるので、砂漠な僕で食べるもん専門にして日本全国も魚は触らんでと。砂漠は任せろ。そう、そんな感じ。そんな感じ。今日は今からそうやって作っていくお刺身セットは、いつも入ってるのがその日の水揚げによって違うんですよね。ではお刺身セットの今作っていただいてるんですね、まさにふるさと納税の。そうです。サザエや、今日はたまたまですか、伊勢海老が入るのは。いや、いつも豪華、豪華。あ、そうかそうか、旬の刺身、そっか、だから旬だから今は伊勢海老が入ってるんですね、うん。この辺でサザエもなくなってくるかもしれんな。最近 あんまり取れないんですか。もう多分引っ越ししてたら。え、そうなんですか。で、最近なんか逆に多いものとかってあるんですか。多いものやっぱりね、引っ越してくるとやっぱり南の魚の入りかな、やっぱ色とりどりの魚。ああ、これも色とりどりの魚、これも昔から上がるけど、うん、そんなに頻繁に上がるもんじゃなかった。あ、へー、潮の中に寄ってきたりとか、うん、20年前と上がる品のものと、それから上がる時期、うん、がずれてきてるのかな。うん、この辺で最近上がんじゃる、はい、木肌マグロ、終わってます。近海で上がんじゃる。うん、でこれはグレと、グレ、タイと、はい、潮と、はい、ワラサ。でも魚の種類がめちゃめちゃ豊富ですね。ねえ、本当に。
一セット頼んだら大体何種類ぐらい入ってくるんですかね。で旬やったら4種類5種類とか。まさに尾鷲の旬がギュギュッと詰まっております。ギュギュッと入ってます。年末年始とね、みんな休みたいし集まるし、届いたら食べるだけで、うん、元子ちゃんも何も聞いてもらうの困る。おー、豪華が完成でーす。しかもさ、刺身一個一個が分厚くない？分厚い。めちゃくちゃ分厚いよ。身がめちゃめちゃ綺麗ね。プリプリです。脂乗ってるね、なんか、うん、すごいです。6種類で煮魚セットです。こちが旬のセットとなります。はい、チェコ水揚げお楽しみセットです。これ全部あのね、腹ワタとかが抜いてるから、うん、もうあと焼くだけとかなんですね。見たり焼いたり、うん、はい、折れたら全部刺身できるので、うん、チャレンジしていただいたら刺身できるから。確かにね、本当にお楽しみや。今回によって、はい、お味の魚を食べてくださいと。はい、でも怠けてくださいと。魚は僕に任せて、あとは食べるだけ。はい、お忘れの魚いっぱい食べてください。おー、最高ですね。はい、ありがとうございました。三重県尾鷲市にふるさと納税をしてくださってる皆さん、ありがとうございます。尾鷲にはたくさん素敵な返礼品があるので、ぜひサイトをチェックしてみてください。そしてただいま尾鷲市ふるさと納税アンバサダーインスタグラムキャンペーンというものを行っています。ふるさと納税してくださった皆さん、返礼品が届いたら指定のハッシュタグとともに、その返礼品と、尾鷲の魅力をぜひコメントに書いて応募してみてください。尾鷲の素敵な、じゃん、このような特産品をアンバサダーになった方にプレゼントします。ぜひぜひたくさんの応募お待ちしております。ということで、チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。